はい、今日はね、畑にね、たくさん生えてきてる今、旬のフキと目の前の林でね、採れたタケノコを煮てみました。食材費はもう0円だね。もうね、春になるとね、山菜がたくさん生えてくるの。セリとかさ、ミツバとかさ、イタドリとかね、結構何でも食べられるからさ、ドクダミとかさ、あとヨモギとかさ、ほんと春はさ、いろんな山菜がさ、取り放題、食べ放題なのね。だから食材にはほんと困らない。天ぷらにするにしてもね、何でもね、その辺で取れるの。これもね、庭に生えてる四季実なんだけど、仏壇に飾るね、まあ神棚で言ったら榊みたいな役割をする葉っぱなんだけど、ほんとこれね、去年の12月に庭から取ってきていけたんだけど、水をね、毎日交換してるとね、もう4月でしょ、4ヶ月もねダメになんないんだね。すごい長持ちするの。こういうのも買わずにね、何でも庭で育ててますね。たまに葉っぱがこうポロってね落ちるけど、あとは揺らしても取れないね。今日またちょっとね、可愛いのがねあったから2つ買ってきたんだけど、こういうのね。で、こういう多分同系色がこう可愛いのかなと思ってね、同系色がいいのかなと思ったけど、意外とねこれが多分一番合うような気がする。反対色の方が引き立つね、花が。これどうかなって、色が強いから花選ぶのかなと思ったけど、意外とこのくぼみがさ、これ気に入ってなかったんだけど、結構いい味出してるね、このくぼみが。これ買ってよかったね。これすごく引き立つね。昨日のこっちよりもね、椿が引き立つね。これもこれでいいんだけど、やっぱこっちの方が引き立つね。ほら、一番綺麗かもしれない。いや、わかんないもんだね。入れてみないとね。これが一番合ってるね、この花には。なんかいろいろあると楽しいね。これはやっぱこう白い花とかさ、なんか面白い。ちょうどこう一輪挿し持ってなかったから、いや、3つも買っちゃった。もう3種類ね。3個くらいあるといいよね。で、なんかとっくりとかも花瓶にできるって聞いたからね、瀬戸物屋さん でとっくり結構2本くらいあるんで、とっくりはちょっとこう長いからね、それも花瓶にできるんだなと思ってね、ちょっと楽しみが増えたね。いろいろこう花さ、今いろんなの咲いてるから飾る楽しみが増えたかな。